今日も見に来てくれてありがとう。こんばんは。ゼータンお疲れありがとう。福ちゃんお疲れ。いっちゃんお疲れ。ナポリンコスモス。いっちゃんお断りです。陣内さんお疲れ。ジッツーさん、マクールさん、ネズありがとう。ウラベさんアイス。ミューラッチさんネズありがとう。 NT さんコウモリ。コウさんかわいいありがとう。G2 さんコスモス。トールさんお疲れ。ジロくんハート。コウジさん G2 さん。しんちゃんさん、コウさん、コスモスありがとう。カイちゃんペンライトありがとう。サワッチョさんコスモス。ナポリンハート。ジロくんハート。めっちゃきのこさんかわいいありがとう。ミューラッチさんコスモスありがとう。トールさんお疲れ。 NT さんコウモリありがとう。しんちゃんさん、広瀬光一さん、コスモス、コウジさん、あきもさん、ハートありがとう。ゆうたくんお断りです。中田さんお断りです。ジロくんお断りです。エジリンハートありがとう。ヨシーさんハートありがとう。ガトーショコラさん、アルテミスさん、コスモス、中田さん、コスモス、いっちゃんねずありがとう。土の子さんお疲れ。こうさんあげありがとう。響きさん、こうさん、トニさん、エルさんハート。かわちゃんねず、福ちゃんタコ、ひろさんお断りです。ありがとうございます。コナンさん、スカイホエールさんハート。トニさん花束。カロフさん、ジンライさん、コスモス、カズノシンさん、愛してるありがとう。ご主人様お断りです。藤岡猫ニャーさんハート。ケンタロウカープさん、コスモス、右田ピッポさんハート。新一さんお疲れ。スタメンさん、コスモス、カロフさん、ダルマ、ヒロッチさんかわいいありがとう。ヤマケンさん、新一さん、コスモス、 G2 さん、アイタカさん、サトコさんハート。キングタツさん、コスモス、ジャクソンさんハート。ダーソクさん、新一さん、コウモリ、持ち肌さん、コスモス、あるある NKYK さん、タコありがとうございます。カメさん、オオカミ、いっちゃん、オオカミ、よしよしよしよさん、これはラブレター、ポンさん、アイス、マッスン、タツさん、モリモリさん、ビーディマンさん、コカジアさん、ロエンさん、スカイホエールさん、コスモスありがとう。しんいちさんお断りです。いっちゃん、レインボースター、ありがとうございます。ヤマさん、花束、ポンさん、ハート、カズノシンさん、レインボースターありがとう。ポストさん、風呂敷ありがとう。梅さん、G2 さん、ハート、シラノイさん、ミックさん、とっちゃん、コスモスありがとう。しんいちさん、アイスありがとう。スタメンさん、レインボースター。陣内さん、アイス。プルーンさん、ネズ。ロスゴルピアドレスさん、ペンライト。プルーンさん、ケンタロウカープさん、梅さん、ハートありがとうございます。こんばんは。やっほー。もう雨の湿気で前髪が取れちゃいました。今日雨だったんですけど、レッスンがあったから髪の毛ちゃんとねやったんですよ。ちゃんとストレートかけて、ストレートしてちゃんと内巻きにしたのに、終わったらこれです。もうこのありさまです。肩で跳ねちゃって。タコさんウインナーです。こんばんは。BD マーさん、レインボースターありがとう。ジュノラゴさん、レインボースターありがとう。おお。Z さん、お疲れありがとう。C1さん、かわいいありがとう。R さん、ハートありがとう。ミックさん、バラありがとう。そう、たくさんウィンナーなの。ぴょんぴょんぴょん。さゆっちょさん、タコありがとう。タコ、赤髪だったら、確かに赤髪だったらもっとタコさんウインナー。J
ちつさん、尊いありがとう。もちはださん、ハート、マー君お断りです。 Z さん、愛してるありがとう。ちつさん、かわいいもありがとう。高反発さん、コスモスありがとう。よしよしよしよさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ピュンピュン。今日は雨だったからジメジメしてすごく暑くて、半袖でも行けました。半袖にパーカー羽織って行ったらちょうど良かったです。プラスカイロです。でもなんか暑くて難しい。長袖着たら暑いから半袖プラス上着って感じ。明日から気温下がるみたい。本当？今度こそですか？本当に下がる？本当かいな。嘘だ、またどうせ上がるよ。いつもいつも下がったと思ったらまた上がるもん。楓さん、コスモス。しんいちさん、コスモス。サッタン、お断りです。楓さん、ネズ。北斗のタカさん、シェンさん、ハートありがとう。スカイホエールさん、タコ。マコバヤさん、ハート。 G2 さん、レインボースター、ありがとう。コスモス、ありがとう。あれ、私どこまで読んだ。サッタ、お断りしたかな。お断りです。レネさん、ハートありがとう。カエデさん、シイチさん、コスモス、ありがとう。よしよしよしよさん、バラありがとう。難しい服装選び、むずいです。あ、メール来た。メール、あ、警察庁のやつか。そうです、送りましたよ。アイスを食べましょう。もう食べたよ、レッスン終わりに。チョコモナカジャンボです。今日はゼータン、かっこいい、ありがとう。ワウワウさん、お疲れ。タカシンさん、花束ありがとうございます。10日の天王図は最低17度、最高22度。あ、寒いね、結構。はぁ、じゃあもう衣替えしないといけないんですか。マジか、マジかいな。衣替えかいな。ベニちゃん、だるまありがとう。うえぇ、はぁ、衣替えか。マジか、うん、ん、舞台のすべきことしたよって、ありがとうございます。本当によろしく、よろしくお願いします。よろしくね。フジポン、ハート。ソラスーカさん、コスモス、ありがとうございます。あ、そっか、布団も衣替えしなくちゃだね。まあまだいいか。私は多分寒い頃にはこのお家じゃなくなってるからか、いいか。ねえ、悲しい。今家にいるのにホームシック。ミハヒナさん、コスモス、ありがとう。あんだけパセリに注意されたのに Gmail で送って問い合わせした人。おい、でもありがとう、よろしくお願いします。自覚あるのが一番おもろい。ありがとうね、申し込んでくれて。ミアンさん、ハートありがとう。藤岡猫にゃさん、ネズありがとう。カズノシンさん、ハートありがとう。アルさん、ハート。ミハヒナさん、コスモス。フェリスさん、コスモス。ソラスーカさん、コスモス、ありがとう。教授さん、コスモス、ありがとう。こんばんはです、です。マルヒノさん、ネズありがとう。ドライトマトさん、もちはださん、ハート。かまちゃん、しんさん、みきやくん、マルヒノさん、コスモス。あるさん、コスモス。はっちゃん、お疲れ、ありがとう。やっほー、今日も前髪切るの忘れてたの。今日の夜こそ切るからね。もう長くてなんかさ、
長さも揃ってないからね。みんなもう来なって知ってますか？もう来ないからねっていうたまごっちなんですけど、知ってる？もう来な、もう来ないからね。枕どうですか？あれから使ってないです。一日坊主今のところ。なんかそう使おうと思ってるんだけど、まだ使えてないです。使うよちゃんと。ちょっと今最近さ、あのお泊まりとかがあったからホテルとかだったじゃないですか。なのでそれ以降はまだ使ってなくて、使いますちゃんと。そうまだ1回ですね。ゆちりざるさんハートありがとう。そうなの、まだ1回ですね。こんばんは、やっほー、どうも。なんかさ、ここ髪の毛の影が入ってめっちゃこけてるみたいになる。見て、ほらここ髪の毛の影でした。え、なんかめっちゃ影、影、と思ったら影だった。安心してね、びっくりしちゃった。びっくりです。かっこ、こうさんお断りです。これはボリスです。ボリス、ミッフィーの仲間です。ボリスって言います。これいつも背中に、ここにソファーと背中の間に挟んでるからこんなに薄くなりました。本当はもっとあったんですけどね、厚みが。もう今やこの薄み。かわいそうに押しつぶされて。ボリスです。そう、ちゃんとこうやってふかふかにせんといけん。ほっほっほっ。ヒーローさんハート、フッチーハートありがとう。大吉さんハートありがとう。ヒーローさんお断りです。コウさんお断りです。大吉さん、ゆすりざるさん、ハート、トイさん、音符、田舎のおじさん、ハートとコスモス、シーチさん、ファイト、少々さん、ゲームギフト、ストウチのミニマロンさん、かわいい、ありがとう、壁チョロさん、お断りです。ありがとう、ミキヤくん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。もうこれ、1、2年ぐらい、背中に挟んでるから。多分相当もう不満が溜まってると思います。この子もどうして毎日背中で押しつぶされなきゃいけないんだって思ってると思うんですけど、この表情です。ボリス、ボリスです。ロー人形さん、ファイト、ヒロさん、コウモリ、ありがとう。ボリス、ボリス。チンさん、コスモス、ありがとう。そうよ。もう365日以上一生いるから。なんかこういうさやつって結構消耗品だったりするじゃん、人生で。人生って考えたら寿命来るまで一緒なわけじゃないじゃないですか、傷んだりしたら。でもこんだけもう2年ぐらいいたらタイミングわかんない。まだね元気だからまだまだ一緒いれるけど、なんかだんだん愛着湧いてさ、めっちゃボロボロになってもさよならできない気がします。
ゼータありがとう、こんばんは。え、洗ってるよ定期的に洗ってる。ぬいぐるみ系は定期的に洗います。まず買ったら洗う、家に来た瞬間まず洗って定期的にちょこ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 順番に洗っております。やっぱね汗吸っちゃうんでね、洗濯機入れて回してあのニット用の干すやつ、丸いさやつがあるんですよ、100円ショップに。あれで干す、浴室乾燥でピュンって乾きます。福太郎さんわかるありがとう、黒さんコウモリ、森健銀河さんコスモスありがとう、ありがとうございます。最初は白かったんだっけ、最初白くてこの黒さだったら相当やばいじゃん。パセリの汗吸いすぎでしょ、元からこの色だよ。おもろい、最初白だったよって言ったらもうみんなびっくりしちゃう。パセ大丈夫、汗の色大丈夫。ダイグさんハートとコスモス、コロネさんコスモスありがとうございます。白熊さんネズ、はっちゃんこうさんハート、エリオさんガバイトさん、しんいちさん梅さんハートありがとう、ありがとうございます。おもろいおもろいですね。真空圏さんコスモスありがとう。もうさその舞台の稽古中の服が分かんなくて、昨日ユニクロにね探しに行ったの、 JU とユニクロに。シンプルなやつがいいじゃないですか。昨日スウェットを買ったのね。でも明日から寒くなるって聞いてさ不安になってきた。結構薄手だったんだよね大丈夫かな、私生きていけるかな。どんぐらい寒くなるんですか体感。もう私は去年の冬のこと忘れちゃったから、もう夏の暑い季節のことしか覚えてないのでちょっと怯え始めた。でも上着は大量にあるよ。平年より高め、あ、じゃあ大丈夫かな、大丈夫かしら、何もわからないのでどうしようと思ってとりあえず一着買ってみました。そうだよね、踊るわけじゃないからそんな汗はかかないよね。そうだよね、去年の11月は六本木で徳島イベントに来てたよ。行きましたね、あの時は結構寒かったイメージがあるけどな。どうだったっけ、夜だったからだよねあれ寒かったのは多分。まずいよ、わからない。羽織るものをね去年買いすぎていっぱいあってクローゼットに羽織るものいっぱい、未使用のものもいっぱいいっぱいあってさ、どうしましょう。福フェスの日はかなり寒いです。パーン、マジ。福フェスからの個人ファンクラブイベントだけど、じゃあ厚着していくね。わかったよ。ずうしみさんバラありがとう。東京の11月の平均は最高17度、最低12度は寒。え。そんな寒いんだっけ日本って。ウェンウェンウェン、わかった頑張る。真空圏さんだるまありがとう。ファミ行きます、ペコリよろしくお願いします。ペコリありがとう、嬉しいよ、よろしくお願いします。
公園で踊ってなくても声出すだけで汗出る。じゃあ私も汗かきだからやばいかな。やびいかな。STA ラボ見たよ。ありがとう、 STA ラボ見てくれてありがとうございます。 STU ラボ、 STU ラボ、ポテチさんハートありがとう。うわそうだよね。でももうそろそろね、もうそろそろ荷造り始めないといけない感じなんですよ。だから本当に服が向こうで買っても持って帰ってこれない、郵送するしかない。さとしさんハートありがとう。心霊、そうあれはでもスタッフさんがあのロケの後に取り憑かれたっていう話があったんですけど、本当かはわからない。私はねロケが昨日のね公開された YouTube の後にスタッフさんが取り憑かれたり風邪が治らなかったりしたって、2人スタッフさんいらっしゃって、で片方のスタッフさんが風邪が治らなかった、で片方のスタッフさんはあの友達の霊媒師に見てもらったらなんか取り憑かれてたみたいな聞いたんですけど、実際昨日更新された映像を見たらドッキリっていう感じだったから、あれ？ってなって、そうどこまでがドッキリなのかがわからないんですよ。ロケの時はね靴が落ちてたって、新品の靴が落ちてましたってめっちゃ熱弁してたの、そのスタッフさんが、カメラ係のスタッフさんが先頭歩いてて、やばいです靴が落ちてましたって言ってロケが終わったんですね。でもそれが本当に落ちていたのか、それともドッキリのために嘘をついたのか、でも結構ガチで怖がってたんです、あの時。だから真相は闇の中って感じ。気になります、次やったら聞いてみる。ドッキリは続いてんの？そうなの？このショールームも今もドッキリ中なの？ね、本当に不思議です。何が本当で何がドッキリなのか分からぬままでございます。石川先輩ハートありがとう、でもお断りです。尊いもありがとう。大岡さん、ナルシさん、バニラアイス大好きちゃん、あ間違った、バニちゃん、クロさん、コスモス、マオさん、サトシさん、ジンダイさん、ハートありがとう。こんばんは。カンドリさん、レインボースターありがとう。ソラハちゃんと手をつないでるのが可愛かった。めっちゃ言われる。でも3人でつないでたんですよ、本当に。3人でね、リネとソタロウと3人でつないでました。ヤンコは後ろからついてきてた。怖かったのかな、可愛い。絶対離れた方が怖いのについてきてた。トコトコトコ、レネさん、コウモリありがとう。片方だけ拾ってもね履けないし履く前提。いやでも片方の新品の靴が落ちてるって怖くない？まあ、両方でも怖いけどさ、新品っていうのが怖いじゃん。つい最近誰かここで何かあったっていうのがさ怖いよね。何なんだろうか、謎に包まれています。私は靴ひも大丈夫でした。不思議なことも起きてない。だってコンビニもちゃんと3軒、コンビニとスーパーで 3,4 軒
回ってちゃんと塩振って家入ってお風呂も塩と酒入れて入って、私もともとさお清めスプレーを 2,3 年前ぐらいからお清めスプレー持ち歩いてたんですけど、お清めスプレーって結構匂いがあるからそれでもうやめたんですよ。絶対使うのここが使いどころだったなと思って残しとけばよかった。もう捨てちゃったんです、もうなくなっちゃって。ホテルに泊まるたびにシュッシュシュッシュさショールームとかでもシュッシュシュッシュしてたんですよ。だすぐなくなっちゃってもうね最近使ってないの、もう使い切っちゃった。あれ広島駅とかでも売ってますよ、お清めスプレー。なんかお清め恋スプレーとかあるらしい。ね、あそうお伊勢さんです。え、そうです、ファブリーズもね効果あるって言われて、私はファブリーズじゃなくてアルコールスプレー持って行きました。そう前の日にリネがねファブリーズが効くらしいって言うから、ファブリーズ持ってってさなんか水とか飲食物に取り付くってリンネが言うから、ファブリーズに取り付いたら怖いじゃないですか家で使うのが。その後だからもう使わないアルコールスプレーでっかいやつを撮影の日持ってったの私。もう本当にでっかいあのファブリーズサイズのやつを持ってったんですけど使わなかったですね。ちゃんとね教えてもらったことは全て実行しました。シュッ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 。みつるかわいいありがとう。熊谷さんお断りです。こんばんは。でも怖いけんもうちょっとお化けの話したら出るから終わり終わり終わり。なんかこんなしたらいいって言ってたリネが。何が本当か分かんないから教えてもらったことは全部試す。拍手してこうやってめっちゃでかく拍手したらいいって言ってました。ミヨンさんレインボースター、キングさんコスモス、ジンダイさん回復薬、ゼータンありがとう一緒にしてくれて、ミューラッチさんアゲありがとう、あ拍手ありがとう、ジーツさんもありがとう。ありがとう。ミラーボール回っちゃった。ミューラッチさんミラーボールとペンライトありがとう。シンチさん拍手、カズノシンさん回復薬ありがとう。えいえい、ジーツさんペンライト、中村道弘さんペンライトありがとう。なんか盛り上がってきちゃってるじゃん。イエ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 イ。マコベさんレインボースター、キングさんコスモスありがとう。モリモリさんコスモス、ジンライさんペンライト、持ち肌さんだるま、キョンシュさんかわいいありがとう、ツーシミさんバラ、シーチさんペンライトありがとう。すごいみんなありがとう、盛り上げてもらっちゃって、イエイ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 。そう、あドラゴンフライズ見に行きたいんです、見に行きたい、もうシーズン始まったら行くぞと思ってたけど、行ける日あるかな、行けるかな、行きたいよ。あそうなんですよ、舞台ね追加キャストが発表されたの。そうなの、私もその投稿を見て知りました。そうなんです、びっくり。 STU からも誰か追加キャストないかな。ないかな。ヤスさんハート、おだしさんペンライトありがとう、グレンパサランさんハートありがとう。ヤマンジさんコスモスありがとう。わあ腹ペコだ、今日は
ある人が手料理を作ってくれるので、配信終わってから夜ご飯タイムです。楽しみ。私が前に美味しいって言ったやつを作ってくれるらしいです。リクエストしました。おいもちゃんいいねありがとう。キングさん、おいもちゃん、コスモス、ありがとうございます。いやだから早めってわけでもないんですけど、ただあのレッスンがね、もともとねもうちょっとあったんだけど早く終わったから始めてみました。そうなんです。ちょっと前髪も早く切らないと、喋るだけで動く。キャー、こんばんは。カズさん、お断りです。僕レンパサランさん、ハートありがとう、ありがとうございます。今日は前髪を固めてないからめっちゃ動くの。いつもガチガチに固めてるからね。今日は雨で固めたのが取れちゃった。はっちゃん、レインボースター、美白さん、愛してる、ありがとう。よしさん、ハートありがとう。そう、最近オパって呼ばれてて、オパって呼び方やだって言ってるんだけど、なんかオパって呼ばれてます。全然気に入ってないんですけど、なんならパーコも気に入ってないんだけど、最近はシナノソラハさんにパーコとかオパとか呼ばれて、うん、変なニックネームがどん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 増えていきます。え、オパーコも呼ばれる。最初はパシェから始まった。4年前とかパシェだった。パシェ、パセ、パちゃん、パーコ、オパーコ、パコ、あ、パコもありますね。で、オパやばいでしょ、どんどん増える。そうなんです。カンナムスタイル感ある。確かにオッパーカンナムスタイル、本当だね。そうですよ、原型ないの。まあお先のおだからパちゃんよりは原型あるけど、オッパーの方がお先のおで、ゲンゴロウさん、コスモス、ありがとう。オッパー、オッパー、オッパー、オッパー。まずパーっても呼ばれる。パー。そう、パーって呼ばれても返事できるよ、私最近。スタローは、スタロー、で最近猫って呼んでるの。猫ちゃん、犬とか呼ぶ。人間だよって怒られて。そう、可愛いから。そう。そうだよ。可愛いね、まんじゅうに包んでしまいたいとか、大福に包みたいとか言ったら、なんか意味わかんないって言われる。なんて言うんですっけ、こういうの、キュートアグレッションみたいなあるよね。可愛いとなんかそういう衝動が起きるみたいな、キュートアグレッションみたいなあるっていうから、多分それです。ケンタロウカープさん、バラありがとう。やばい、脳内でずっとアッパアッパなってる。キュートアグレッション、
あ、そう、猫吸いはこの前サッチーにやっちゃった。でも反省してる。パワハラ反省中。こんばんは。そう、うん、撫でます、顔を。わしゃわしゃわしゃ。あと顎をあの猫ちゃんとか犬とかにこうやってこうやってこうやってやったら、犬じゃないよって言われます。ジャーパングさん、アイスありがとう。キングさん、コスモスありがとう。あ、そう、ムツゴロウそうだね、パセゴロウです。パセゴロウ、でも気持ちわかる人いるでしょ、一人ぐらいは。いないのかな、いないですか、みんなそういう衝動は起きないんですか。SOS は47、そうなんですよ。あのね、この前いただいた資料には警視庁って書いてあったから、私もそれを見て警視庁と思ったけど、なんと警察庁でした。そうなんです。さっきマネージャーさんに言われて、実はこの前の資料は警視庁って書いてあったけど、実は警察庁なんですって言われて、はぁ、私もちゃんとその来た資料を見て確認したけど、その確認したものがそう違った違ったみたいで、そうなんです、警察庁でした。そう、警察庁。そう、警視庁と警察庁の違いも去年ちゃんと学んだんですよ。学んだの、教えてもらってちゃんと勉強したけど、書いてあることを信じて疑わなかった。そしたらそう、間違ってました。こんばんは。警視庁、錦糸町、懐かしい、それ月曜から夜更かしのやつだ。確かに疑ってかからないと。そうだよ、そういうあれだったのにね、活動だったのに、私が騙されて。錦糸町、あと何があったっけな、なんかあったんですよ、そういうシリーズが。警視庁と錦糸町が一緒に聞こえる滑舌の人がいるシリーズでなんかあったんですよ。 Z さん、アイスありがとう。こんばんは。ふん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 。パトカーで迎えに来てもらわん。え、パトカー乗ったことないかもしれん、私。パトカー、パトカーにお世話にならないようにしていきます。当たり前のことだけど当たり前ですが。ノブさん、コスモスありがとう。ショートケーキと消毒液、あ、確かに似てる。ショートケーキ、消毒液。アルテミスさん、ハートありがとう。キングさん、コスモスありがとう。たまにイベントあるよね、パトカーイベント、乗れますよって。でもないな、どんな座り心地なんだろうか。ふかふかですか、普通。パトカー何回か乗ったことある。なんで、何したの、イベント。
ミオンさん、レインボースターありがとう。何回も乗ったことある、すごい。スピード違反で乗せられた。気をつけて、気をつけてくれ。リュウヤさん、ハートありがとう。救急車気をつけてくれ。救急車もパトカーも消防車も。切符切られてる間、タクシーじゃない、タクシーやばい、パトカー乗せられるんや。はあ、恐ろしい。何代わり乗りたいですか。なんかおもろい回答したい。ですね、やっぱ今大喜利タイム始まってるから、自分の中でこれは己との戦いなので、そうですね、もう難しくて出てこないよ。ゼータファイターありがとう。ショウさん、レインボースターありがとう。ナオッキーさん、コスモス。テキサスのロンスターさん、バラ。ショウさん、ハート。ジンダエさん、アゲありがとう。じゃあセリカでお願いします。一番つまらんこの前のロケでも大喜利やったけど全カットされましたね。いや、おもんないなと思ったんですよねいや、全然おもろい回答してきてない、全然一本じゃないわと思って、一本って言われたのに、あ、無理やったわと思っていたら全カットでしたね。まあ全員全カットだったから、まあ OK。 一本すごいよね、一本グランプリ出る人とか、商店とか、ああいうね。トシさん、かわいい、ありがとう。大喜利、大喜利見るの好きだから大喜利頑張りたいと思って、よっしゃ大喜利だと思って張り切ったんだけど、心霊スポットでの大喜利はちょっと難しかった。大喜利大会、なんか一本グランプリまたあるよね今度。なんか今日ネットニュースで見たよ、ちょうど。そういえばいつですか、それ見て勉強しなくっちゃ。一本グランプリの審査員がなんか歴代のグランプリがやりますみたいなやつを今日ちょうど見た気がするんだけど、キングさん、コスモスありがとう。まんまん満足、一歩満足。ロデムさん、ハートありがとう。一本グランプリ、こんばんは。はっちゃん、コスモスありがとう。ちょっとさ、 iPad の充電切れてた、また充電切っちゃう。よいしょ、充電、えい、つかない、真っ暗です。あ、かじられたリンゴが浮かび上がってきました。ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。ワイちゃん、ハートありがとう。トマト、トマト、トマト、トマト。これはメンバーさんのネタです。メンバーさんの
しりとりネタ。レンネさん音符ありがとう。シーチさん音符ありがとう。ゼータ音符ありがとう。リンゴリンゴ、どっかで聞いたことあると思った。そうだよ、ファスがこんなすぐ思いつくわけないでしょ。ないでしょ。今日のなんかトピックみたいなないんかな。今日はどんなことがあったか。今日は何があったかな。今日は月曜日、月曜日お疲れ様です。みんなお疲れ様。どんな一日でしたか。今日はお腹を大切にする日らしいですよ。お腹大切にしてね。どうしたの。そんな日もあるよ。でも私も今日はなんか100点満点じゃなかった。でもそんな日もある、そんな日もあるけど悔しいよな。アンバーさんお疲れありがとう。忘れ物が多い日でした。うわー疲れてるんだきっと。とんかつ和光を食べた。おお、お揃いです。お揃い胃袋。りょうつんが15歳最後の日です。明日お誕生日か。りょうつん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 。りょうつんつん若いな。りょうつん15歳。ね、16歳だ。明日から16歳。やぶしたふーさんの誕生日です。ふーさん、ふーさんインスタグラム見てるよ。ふーさん、ふーさん、そっか確かに。え、ほんとだ。配信時間そうだね。リオツンね、そうちょうどその話をしてたんですよ。この前の花は誰のもの東京公演が19時開演だったからノアピがお見送り出れないみたいな話があってね。だからあのお見送り出れるように MC とか押さないようにみんな気をつけましょうって、エンジンでノアピが最後まで入れるようにみんな気をつけましょうって言って、なんとお見送りが終わったのが20時58分だったの。セーフ。20時58分に終わって、そうノアピがさステージ上でね、その日配信なかったんですけど会場にいる方に向けて、ノアピはなんかベビーシンデレラなのでこの後帰らなくちゃいけませんみたいなことを言い始めて、もうファンの方の顔が忘れられないの。ポカーンってしてて、ノアピが言いたかったことはその時間が9時以降は年齢的に出られないのでお見送り中に退場する可能性がありますっていうのをあの伝えるためにねこう喋ってたんだけど、そうベビーシンデレラなのでお屋敷に帰らなくてはいけませんって急に言ったから、みんなもうメンバーもはけてたの。もうみんなバイバーイって言って、ノアピが一人してて喋ってて、客席のみんなえみたいな感じで、でソヨハさんが出てきて説明しますみたいな説明しますってなんか翻訳みたいななんか始まってそうそうなの可愛かった。いつも大人っぽいノアピがなんかそうやって言ってるからさ、
可愛くて、そう、最年少らしさが出てました。ガモーさんハートありがとう。こんばんは。空が大きくなったな。そうですよ、もともとノアピと同い年の、今のノアピと同い年ぐらいの時に加入してると思ったらすごいよね。もう21歳、成長してますね。みんな確かに配信は8時までだね。確かに。キングさんコスモスありがとう。そうよ、さこちゃんはもう10時まで配信できるらしいから、この前ちょうどその話をしました。ノアピとさこと一緒に、もうさこよりもノアピの方が身長高いんだって。私はノアピが加入する前はもうさこに抜かれるっていう話をよくしてたの。あ、もうこんなに成長して抜かれちゃうよとか言ってたら、もうさらにその身長を超えてくる後輩が入ってきて、みんな足が長いです、とっても。また下がピュッ、9頭身ぐらいあるでしょ。マチュルさんお断りです。剥がしが早い、いや流れが早いなと思いました。一人と喋ってたらもう次の人がもう通り過ぎようとしてるから、あー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 ってなっちゃって、ね、やっぱ最初の人のスピードが重要ですな、お見送りというのは。ミックさんレズありがとう。いちごちゃんも伸びたらしい。え、もうこれ以上伸びないで、みんなどんどん伸びるじゃん、成長期なの、すごいね。まだ伸びるんですか。そう、早かった、ピュン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 、お見送り、推しの前だけゆっくり派。いや、私の前素通りしてったよ。あれ結構早かったよ、通るのピュンって言ったけど、あれ親親カズッチさんコスモスありがとう。パセリの前だと鼻の下が伸びる。鼻の下八頭身長っ。それ長い、鼻の下地中。こんばんは。お見送り話していいのか言わないな。話していいよ、おしゃべりしてよ。こんばんは。ポテチさんハートありがとう。昼公演はけるとき、あ、そう、はけようと思ったらもうなんかはけるとき一列ではける感じだったんですけど、この前隣見たらもう誰もいなくて、パセリから先が詰まってるのに私は一生懸命こう手振ってて、パッて見たらもう誰もいなくて、やばいって焦った。ああいう時焦る、だって横に目ないからさ、ここに目があったら見えるんだけど、手振るのに集中してたらもう誰もいなかったです。右見たらみんなはけてた。 BV さんハートありがとう。お話
話し会でもなぜ STU ファンは自ら去っていくのか問題。いやそうなんですよ、どうして去っていくんですか。え、全然ね、間もなくですも言われてないのに去っていく人いるのもったいないんだけど。特にアルバムだから長かったのかな、普段より。気づいたらもうバックのとこ行こうとしてて、あれまだ喋れるんだよってなります。まあ、粘る人は粘るんですけど、だから差がすごいです。粘る人ともうすぐいなくなっちゃう人と。あ、緊張するから。そっか、確かに。そっか。最新型ポンコツさん、バラありがとう。あ、優しさありきだったのか。そっか。ゆうちゃん、コスモスありがとう、ありがとう。キングさん、コスモスありがとう。剥がしの人に怒られるの、牛目に見られたくないや。まあ確かに、確かにね確かにそうだよね。いい姿を見せたいっていう。そっか。体がシングルの秒数仕様で染み付いてる。ああ、もう長年の習慣でね、そろそろだろうって思うんだね。いい感じで剥がされてるつもり。剥がされてるっていう自覚があったんだ。なんか流れるプールとかみたいな感じじゃない？ビューンってみんなすぐいなくなっちゃう。もっと喋りたいのにもういなくなっちゃう。紳士でいたいのか。おお。あ、切りのいいところでね。そっか。あ、忙しいの？他の男に行かなきゃいけないから。あ、そういう人もいるよね。確かに。確かにあるよそれ。ちょっと先に。並ぶ人のレーン行かなきゃいけないみたいな人いるもん。あそこの誰々ちゃんレーンはめっちゃ並ぶから先に行ってきたよみたいな。ここ来てから並ぶともう受付が間に合わなくなるからもう先に行ってこっちに来ましたよとかいるもん。そっか。余裕のある男を演じたい余裕のある男ではないんだ。余裕のある男を演じてるんだ演じてる自覚があった。そう、順番大事。どのレーンから行くか迷うよね。もうすぐ3パセリレーンに来たらいいよ。どんどん来ちゃって、どんどこどんどこ待ってるからね。駄菓子よりも入り口の送り込みの人、え、送り込みの人って何？送り込みの人の力が強くてびっくり。送り込みとかあるの？行けみたいな。そんなウォータースライダーみたいなことがあるの？へえ。駆け引き？え、私が握手会行ってた時は、でも善悪だったから、全国握手会に。がほとんどだったから。全国握手会っていうのは一つのレーンに 2,3 人いるんですよ。研究生とかだったら5人とか結構大人数いるグループ握手会みたいな感じなんですけど、だからもうすぐです。粘ったりとかなかった。もう並んでるファンの人の中でこうやってもうその動きに従っていくって。送り込みって何？送り込みというものがあるっていうのは初めて知ったんだけど、何ですか？うわ、また夢のある話が来た。慶応で100円が4,836,5,660円。え？
なんかこの前もあったよね。すんごヨーク？ヨークだと？すごっ。はえー。ヨークなんて当たっちゃったらもう実感も何もないよ。もう夢だよ夢。夢の世界の話でしょ。すんげー。4億買ったら何する？アイスいっぱい買おうよ。アイス買ってこたつも買いたいな。もう全然4億なくても買える。いやでもこたつは欲しいよねこれからの時期。4億あとさ冬服も買わなきゃだし。そうね、まあ、歯ブラシとかも消耗品だからいっぱいストック買っとこ。何したらいいの4億あったら。大岡さんハートありがとう。あ、歯磨き粉高いの買う。肝試し違う意味で怖かった。何が怖かった。何怖かった。大丈夫だった？何買おうかしら。そうだね、とりあえず引っ越しでもしてみるか。ちょっと今クローゼットが狭いので、うん、あともうちょっと窓欲しい。私ちょっと閉所恐怖症あるからさ、家ちょっと閉鎖的で怖いから、お風呂に窓があるところに引っ越したいね。うん、肝試し5人目のメンバーいなかった。いやでもマネージャーさん、女性のマネージャーさんが1人いたから、もし あれもう1人女の子いるなと思ったらマネージャーさんだから安心してください。同年代ぐらいの女性マネージャーさんが帯同できてくださってるからご安心くださいね。もしあれ今一瞬誰かいたって思っても大丈夫、それはきっとマネージャーさん。そう、そう信じて。お化けだったとしてももうマネージャーさんだから、それはマネージャーさんと思えばそれはマネージャーさんだからね。応援さん、コスモスありがとう。こんばんは。信じて。人とマネージャーさんと YouTube のスタッフさんが2人だから7人。7人以上映ってたらそれはお化けですね。安心してけろ。知らないおじさんいなかった。いなかったよ。え、いた、いたかな、映ってた。知らないおじさんいなかったはずだけど。マジいた。ゼータン拍手、あ、お払いありがとう。お払いありがとうございます。30人ぐらい大名行列かな。クロさんバラありがとう。あ、もうその調子でどんどん見ちゃってください。みんながいっぱい見てくれたら再生回数が伸びる。お化けを探してる間に再生回数も伸びちゃうのでいっぱい探してくださいね。なんか心霊動画ってその再生率が多いらしいんですよ。そう、めっちゃ多いらしい。でも何が一番いいんだろうね YouTube って。踊ってみた？大食い？何が伸びるんだろう。画面に映った自分の顔でした。一番怖いやつだこのアングルね、下からのこのアングル。
長崎県民さん、ネズありがとう。あ、ゲームか。そっか、ゲーム実況とかか。確かに最近の YouTube はいろいろコンテンツあるからね、充実してますよね。洋服のこのブランドの買ってみたとか、あとこれからの時期とかはさ、福袋の季節が来たら福袋系も多分伸びるんじゃないかなね。最近って福袋の中身を出してる企業が多いじゃん、飲食店とか服とかも。かそういうレビュー系とかやっぱみんな見るよね。どこどこの福袋買ってみたとか。私はね、自分の好きな YouTuber さんのを主に見ます。チャンネル登録してるやつとかを見ます。ムクエナさんとかずっと見てる。何見てるか、でもアイドルめっちゃ見ます。ノイミーさんもそうだし、あとギャル曽根さんのチャンネルも見るの。自炊とか、ギャル曽根さんの自炊して食べる動画とか見たり、あとはエミリンチャンネル、エミリンチャンネルとか、あ、そう、耳かきも見ます。耳かき、毛穴のなんか詰まりをこう引っこ抜くやつとかあとはグルメ系、日本のなんかいろいろ食べ歩き系の人とかいますよ。 HKT さん、あとね、 Vlog、 自炊 Vlog みたいなやつとか見る、見て満足するだけなんですけど、あと大食いの人とかいます。お腹空いたら寝る前とか大食い見て寝たりするの。うわ美味しそうと思って寝るのが好きで、大食いよく見ます。よく見ております。あと私んち公式チャンネルも見てます。うん、でもアイドル、あ、坂口莉子さんのチャンネルとか、48グループ関連の方のチャンネルはよく見ます。うん、かまいたちさんとか、かまいたちさんは何年か前にあやぱんにおすすめされて見るようになりました。あとはね、あとは、あ、大園桃子さんとかを見てるよ。小島子さんのも見てるよ。やっぱ卒業生とかのも見てます。ゆきりんさんも見てるし、うん、あとあのいつも番組でお世話になってる中島さんの中島家チャンネル見てます。広島グルメとかを紹介してくださるから見てます。でも本当ね、 Vlog か大食いかって感じ本当極端、 Vlog、 大食い、耳掃除って感じです。私の登録チャンネルは、うん、そう、奥さんと出てるやつ、奥さん、そうそうそう、今自分の登録の、あ、クリエイトボーイさんのも見ます。クリエイトボーイさんって言って STU がいつもお世話になってる振付師さんなんですけど、ノイミーさんとかも振付をされてて、坂道グループさんとかも振付されてるんですけど、そのクリエイトボーイさんのチャンネル見て振付こう覚えたりとかします。おすすめだよ。そのね、振付師さん本人が説明しますみたいな動画が上がってたりとかして、解説動画みたいな上がってて、振りコピしたい人とかにおすすめ、うん、よく見ます。
うん、こうやって今ね一覧見ててもね食べ物ばっかり出てくる。あやばい再生されちゃった。おしゃれ女子の Vlog とか見ます。みふねさんかわいいありがとう。私も YouTube プレミアムなんだけど、この前メンバーのスマホでさ YouTube 見てる時に広告が出てきてさ、あそういえば私も今まではこれだったって思い出したの。もう今や YouTube プレミアムの課金した広告のない動画に慣れてしまったけど、あそういえば本来は私もこうやって5秒とかでスキップしてたんだったと思い出して懐かしくなりました。いやなんでねプレミアムにしたかっていうと、レッスンの時とかにその振り付け動画をスタッフさんがこうちゃんと他のグループの曲とかも振り付け動画をちゃんとこう提供振り付け展開してくださるんですよメンバーにね。でも後ろから撮ってる映像だから手の細かい振りとかが見えなかったりして、だからそういう時にレッスン中とかレッスン休憩中にダンスの先生とかと一緒に MV とか公式で上がってる動画見てチェックしたりするんよ。そういう時になんか10秒とか5秒とかの広告が流れるとなんかちょっと待ち時間が発生するんですね。ということでそれをきっかけにちょっとプレミアムに入ってみようかなと思って入ったらもう虜、もうこれはダメです。そう広告がない人生に慣れてしまった。最高です。あとね移動中とかもこの音だけで聞けるの、バックグラウンド再生ができるからめっちゃいいんですよ。その話し声だけ聞くみたいな、画面は閉じてても声だけでこう音楽代わりに聞けたりとかするからめっちゃ良くておすすめ。なんて言うんですっけこれ、QOL って言うっけ、 QOL 爆上がり。おみかんさんわかるありがとう、おすすめだよ。でも私多分ねその YouTube の課金してるコンテンツを最大限に使い切れてないの、損してるの。それぐらいしか活用できてなくて、もっといい使い方があると思うんだけど、ちょっともうちょっとうまく使っていきたいです。QOL はクオリティオブライフみたいなやつ。めっちゃ便利。かいちゃんペンライトありがとう。YouTube を見ないようにして QOL 上げるという方法もあるらしい。いやまあ確かに YouTube、Instagram、TikTok というのはやっぱ自分以外の人の生活が見えてしまうからちょっと自分と比べちゃったりしちゃう人もねいると思うんですけど、それで QOL を上げるつもりが逆に下がっちゃうみたいな人もいると思うんですけど、確かに見ないのが一番いいのかもしれません。本当だよね。なんかもうねその TikTok とかでもね、まあ、案件っていうのもあるんですけど、おしゃれ女子が今日はスナイデルに予約したスカートを取りに行きますとか言って、もういい生活をねこう流してるんですね無料の動画で。この後はネイル、ゴテゴテネイル、その後は美容院でトリートメント、そしてマッサージからのサウナみたいな生活を載せてるアカウントとかがもう本当にたくさんあって、わおってびっくりしちゃうんだけど、
まあ、自分の身の丈に合った生活をしていきましょう。私はもう乗せれる生活じゃない。まず起きたらボサボサ髪、なんかおしゃれ女子って起きたらもうサラサラだけど、私はもうボサボサ、こんなもう寝癖、こんな寝癖で起きて、あーってコンタクトしてないからもう目もこんな、あーって起きて、でおはようメール、ポチ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 、もうこんな薄めでポチ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 ってして顔を洗って、でメイクして、もう何の面白みもない Vlog が撮れちゃう。そうよ、もうそんなおしゃれな生活してないんだからね。おはようございます。おはようメールで毎朝ちょっと寝ぼけてるからさ、最近結構日付間違いがあるの。日付間違いだとね、あの検閲するスタッフさんがね、日付違いますよって止めてくださるんですね、みんなに送られる前とかに。だからそう、あれ届かないなと思ったら、だいたい日付間違いとか曜日間違いとか、あと5時とか多いんですね。おはようメール特に多いですね。寝ぼけてるんでしょうね。動画用の生活と普段の生活、え、そうなのかな。おしゃれ女子もさ、そういうあるのかな、表向きの生活と。え、どうなの。でもおしゃれ女子はみんなタリーズに行くの。タリーズで浅いドリンクを買うので、音源も TikTok の音源もなんかシュワシュワしてる泡が弾ける音みたいな、みんな同じ音源なんです。これみんなあれが普通なのかと思ってた。違うのか、違うんですか、どうなんだ。パパパンダさん、ハート、ピドスケさん、バラありがとう。へえ、どうなの。そうよ、モーニングルーティーンっていうのはまず一回起きてカメラをセッティングして、もう一回布団に入ってこうやっておはようございますって撮ってるから、みんなおはようございます、今起きた風にアラームが鳴ってふーんって伸びしておはようございますとかやってる。なんならちょっとメイクとかしちゃってるかもしれない私は撮ってみようかな。ハワイさん、ハートありがとう。寝起きすっぴんですってやってそう信じたい。寝起きからあんなに髪がサラサラなんて信じられないんだ。どうしよう、リアルだったら。佐藤健さん、ありがとう。おもろい、本当だったら半分ケツ出てる、やばい、おもろい、出てないでしょ普通気になるその Vlog、 朝のモーニングルーティーンのりさん、尊いありがとう。ふみやきさん、回復薬ありがとう。絶対出てないやろどういう半分か気になる、上半分か右半分か左半分か下半分か、どの半分か気になる、斜めかなそんな Vlog 見たことないな。バンされてんのかな、誰かあげてんのかな、伸びないから流れてこないのかなおもろ、じわじわ今まで生きてきてその経験なさすぎておもろい一番架空の話なんだけど、私の中ではちょっとつぼってます、つ
ボって歯が出ちゃう。パジャマ、まあパジャマというものを着るかどうか問題ですよな。ドライハヤシ作ってる、そうだよ、私がリクエストしました。ドライハヤシ先月からリクエストしてるの、ずっと。今日の夜ご飯です、ドライハヤシ。こんばんは。みんな何するの寝起き。みんなおはようメールしないじゃん、何してんの。 X か、 X を見てずっと SNS を見る回かな、仲間かな。私はとりあえずメール送ったらパセリアのね見るよ。 X からの、インスタからの、 TikTok、 あ、ストレッチ、偉いよ。シャワー、偉い。水、偉い。歯は偉い、ほんと偉いね。わー、左右パン焼く、はー、超朝だね。ダッシュで朝シャワー、わー、その時間がない感じリアルね。ショールーム見ます、優雅だね、優雅な朝やな。あ、目薬、血圧を測る、あ、超リアル。起きて10分で仕事に出発、早くない？大丈夫？急に血糖値とか上がってない？そんな急いで出勤して。歯を磨く、準備をする。おー、岸辺を散歩、禁じられた二人の世界線で生きてる。読売巨人くんさん、コスモスありがとう。朝ラーメン、お腹鳴っちゃったよ、朝ラーメンっていう文字見て。はあ。子供たちの朝ごはんと弁当を作る、偉すぎる、すごい。何時起きですか。めっちゃ偉い、尊敬です。もう自分の準備で精一杯、私すごいよ。ショールームを20ルーム見てゴールドをゲットします。プロ、超プロじゃん。ホリエモンさん、かわいい、ありがとう。キングさん、コスモス、ありがとう。昔ランニングしたけど続かなかった。いや、朝ランニングすごいよね。何時に起きてるんだろう。この前さ、花垂公園の日、朝から東京から広島帰ってくるときに、こうゴロゴロキャリーケース引いて朝さ歩いてたら、もうランニングしてる人がたくさんいてびっくりしました。わあって。毎日4時半。え、もう寝る時間ってことじゃん。早い。4時半起き、やばい。ホリエモンさん、コウモリありがとう。ホタテ様、お断りです。マモルさん、ヤスオリンポスさん、ハタありがとう。ほい、みんな早起きなんだ。私24時間短いと思ってたけど寝てるだけか。早く起きたら長いのか。損してるかもしれん。皇居走ってる人何人いるの。いっぱいいるよね、朝と夕方と。エッサオイッサエッサオイッサ。サノッチさん、コスモスありがとう。真夜中自分だけの時間だ。なんかちょっと聞いたことあるな、息をする心で聞いたことあるような歌詞。早朝からジム行って出勤、偉い、すごい。よしよしよしよさん、だるまありがとう。梅さん、ハートギフトありがとう。私もなんかジム行ってみたい。え、ジム何するんですか。これエッサーホイッサー、これこんなんですか。え、こういうの
何すんのジムって、何してんのみんなジムで。ひろやさんハートありがとう。どんな感じなの？続くのが偉いよね。アラームヘタレにして設定して朝からテンション上げてる。でもアラームにすると嫌いになる法則ってあるじゃないですか。ほどほどにね、好きでいてね、ヘタレたちよの曲のことね。あんまりなんか寝起きで聞くとだんだん嫌いになってくっていうのあるからね。そうよ、気をつけて。私はあれだから、タラランタ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 タタンって、あの一番初期設定のやつ、 iPhone の初期設定のやつ。何がいいんだろうね。なんか言うじゃん、なんかの音が一番いいみたいなあるんだよ。なんかこの前見たんですよ、なんかの音にするとすっきり起きれますみたいな見たんだけど、試す前に忘れちゃった。研修生活の時、同部屋の人のアラーム音めっちゃ嫌いになった。え、わかる。なんか人のアラーム音ってなんかそわそわするよね。ホテルで同部屋の時とか思うもん。寝てる時にさ、なんかこう違和感がある。え、何このアラーム音ってなって、はっって、同部屋だったってなります。わかる、うん、一番 iPhone のあれが落ち着く。チャラランチャ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 ン。アラーム個性強。たまに新幹線とかでいるよね、アラームしてる人。多分乗り過ごし防止なんだと思うけど、爆音で鳴ってる。あー、あるね、電話のね、ありますね。あるよね、 STU のスタッフさんも僕らの春夏秋冬設定してくださってる方いる。じゃらららランってイントロ流れるもん。春夏秋冬ってある。ちゃん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 、着信音みたいな。アラームより前に目が覚めます。いいことよ、ちゃんと体内時計が働いてるってこと。スマホの CM で着信音を流すのやめてほしい。え、わかる、わかるんだよね、それ。あのびっくりしちゃうよね、えってなるよね。そうなんですよ、一時期あったよね。最近あんま見ないけどさ、今年の初めか去年ぐらいあったよね、テレビでテルルンテ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 ンってなってさ、ええってなったら CM だったことがある。何回かある、わかる。私はあとね、電気屋さんに行った時に、最近はあんまないかもやけど、あの家電プルルルルルルみたいな家電のさ着信音が鳴るといつもやばい起きなきゃってなっちゃうんですよ。でもあんまないか、もう最近は家電がないか。家電ってもうみんな置いてないのかな。家電、こんばんは。ああそっか、お仕事なんかあるよね。私も耳鼻科時代はあったよ、ワンコールの間にもう取らなくちゃみたいなルールあったから。
そういうのあるか、確かに反応しちゃうやつね。あとさ、いらっしゃいませって有形のとこで働いてた時は、他のさ休みの日とかに他のお店とか行ってさ、洋服屋さんとかいらっしゃいませっていうのにさ、自分も行っちゃいそうになる時ない？反応しちゃうやつ、危ねってなる。あるよね。今はないけど、今いらっしゃいませっていうことないからないんですけど、まあ、おはようございますって言っちゃうっていうのはあるよね。ね、あるあるだよね。もう1時間半も喋ってるんですか、私。本当だね、9時半ですね。え、ちょっと私の夜ご飯はどんな感じだろう。今完成しそうかな、しそうでしょうか。どうかな。できたかな。ちょっと覗きに行こう。えい。今日はドライハヤシです、夜ご飯。どんな感じかしら。なんかぐるぐるしてる。あ、映った。あ、うん、なんかお片付けしてる。長袖着てますね。ちょっと電波悪くてぐるぐるしちゃう。気温予測をパセリアのねしといたよ。ありがとう、助かる。ありがとう、本当にありがとう。本当助かっちゃう。もう有能だよ、しごできすぎるよ。この前ね、あのね、しごできっていうじゃがりこ買ったの。メールに送ろうと思って忘れてた。しごできじゃがりこ、いつ食べたっけ。しごできじゃがりこは、でも私さ、しごできじゃがりこの自撮りを蓋開けた後に思い出して撮ったから、ほんと四五出来じゃないなと思ったんだよね。ああ、私ってそう、四五出来とか、今先輩後輩とか書いてるじゃがりこがあるんですよ。出てこい千鳥、こい、出てこい。これです、四五デキ地鶏。これ新幹線撮ったんだけどもう封開けてから地鶏しちゃった。四五デキ、あ、今から作るの。じゃあ完成した頃に配信終わろうかな。フリエモンさん、ネズありがとう。え、そう、なんか今じゃがりここういうのやってるらしい。じゃがりこ、トミーダスさん、コスモスありがとう。あ、じゃがりこメーカーってのがあって自分で作れるらしい。なんかじゃがりこサイト見よう。じゃが、じゃが、リコ、リコ、じゃが、リコ。お湯入れて、ハッシュポテト。あー、じゃがーりご？確かに最近聞かないね、じゃがーりご。じゃがりこメーカーってのがあるらしい。じゃーん。職場に置いておいたら嫌味言われそう。自画自賛だって。いいんだよ。そうやってね、あの言霊になるから、多分自己満はダメだけど。ホリエモンさん、ハートありがとう。じゃがりこ、この前なんかじゃがりこの名前の由来ってやつを見たんだよ。
お、しかも味も選べる。私はサラダが一番好きかな、この中だったら。なのでサラダにします。あれ、カラーを選ぼう。これで OK、 カラー選びました。 OK、 文字を入力しよう。8文字以内らしい。じゃあセリカにしよう。セリカ OK。 2行目は入力しよう。2行目とは、じゃあお先セリカ OK。 背景を選ぼう。背景とは、あ、なるほどね、背景ね。でこれにしちゃおうか。あ、でもこのクレヨンしんちゃんみたいな背景にします。完成。あ、間違った、まだでした。何にしようかな。STU48 だよ。 OK、完成しました。私のじゃがりこ麺。わさきセリカ STU48 だよ。背景はなんかこの背景も自分で選べて、クレヨンしんちゃんみたいな柄にしました。じゃあカルビーのセリカです。セリカ味美味しいかな。セリカ味は「ダウンロードしよう」って言われたからダウンロードしちゃおう。イエーイ。和也さん、馬ありがとう。いいねもありがとう。明石の金じいさん、いもけんぴさん、コスモスありがとう。ジョニーさん、コスモスありがとう。セリカ味きっと甘いよ、砂糖で。アイスのお砂糖とミルクで甘いよ。もうドライ配信完成する。じゃあ45分になったら配信終わって夜ご飯食べようかな。買います。あ、買ってくれますか。じゃあでっかい、わあ、ポテリコ食べたくなっちゃった。みんな夜ご飯食べたの？夜ご飯食べましたか？何食べましたか？教えてケロ。何を食べたんだい？お、誰か推薦コメント書いてくれましたか？通知が来た。新しい推薦コメントが届きました。甘噛みしました。ありがとう推薦コメント。あ、そろそろ出来上がるそうです。わーい。おお、みんないろいろ食べてる。いいね。わあ、ワンタン麺。ワンタン麺絶対おいしいじゃん。チャーハン、サンマ、中華そば、唐揚げ、すき焼き、トンテキ、まだ覚えてない、覚えてない、やばい。とんかつ、アジフライ、うどんとサラダ、カレーの煮つけ、揚げ鶏、おお、うどん。ゆうちょさん、コスモスありがとう。揚げ出し豆腐、納豆ご飯、焼き鳥、厚揚げ豆腐、おお、うの花大好き。うの花好きです。昨日はとんかつ箱さん、お、とんかつ箱さん、お揃い、今日2人目や。あ、リンガーハットのちゃんぽん、嬉しい。長崎感じてくれてる。この前なんかあのなんだっけ、あれジョブチューンでリンガーハットやってたらしい。家族が教えてくれました。ジョブチューンでリンガーハットで、私が前おすすめしたニンニク入りの餃子が満場一致だったみたいなやってた。わーわーわー。山田亀吉さん、レインボースターありがとう。麻婆豆腐いいね。塩アイス、え、ないかも塩アイス。でも博多の塩アイスは食べたことある。
塩アイスはないかもしれん。あったかな。私が食べたことある瀬戸内のアイス一覧があるんですよ。見てほしい。ピュン。見て、私が食べたことのある瀬戸内アイス一覧っていうのがあって、こう何県何々アイスっていう風にメモしてるんよ。見て見て。もっともっと増やしていきたい。食べてみたいってやつがここのこの段。食べたやつがこの段です。どんどん増やしていきたいな。瀬戸内のアイス。マモさん、コスモスありがとう。わー、ちゃんぽん食べたくなってきた。ちゃんぽん。トミーダスさん、だるまありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、コスモスありがとう。ノブさん、アイス。マクールさん、コウモリ、おみかんさん、わかる、ありがとう。昨日宮古島で食べた塩チンスコアイス美味しかったです。なんかアイスの自慢と沖さんにあった自慢がなんかダブルできたよ。ねえ、悔しい。え、でも美味しいよね、塩チンスコ。私もスーパーで食べた。めちゃめちゃ美味しいんです、あれ。いいな、最高じゃん。ダブルで最高じゃん。たかしんさん、コスモスありがとう。わ、そろそろ夜ご飯ができそうらしい。じゃあこの辺で今日はお別れしましょうか。ちょうど45分になるよね。あ、43分だって。もうでは時間が、さっき言った時間がもう迫ってきておりますので、今日はこの辺で。りゅうやさん、ハートありがとう。おお、博多の塩ソフトと博多の塩ラーメン食べました。お揃いしてくれてる、ありがとう。めちゃめちゃ美味しい、あれ。また行きたいな、また行きたい。アイスロケ、千穂さんとサーヤンと行ったアイスロケは YouTube でぜひご覧ください。そらそやかさん、ハート。アシーさん、小判ありがとう。かいちゃん、ペンライト。はっちゃん、お疲れありがとう。ホリエモンさん、コウモリありがとう。わあ、なんかやばいって言ってる。何がやばいんだ。何がやばいんだ。パパパンダさん、ファイトありがとう。秘宝、チョコバッキーが売り切れてた。それは秘宝や。パリパリバーで代用してくれ。私はパリパリバー常備しているよ。でもチョコバッキー美味しいよね、わかるよ。わあ、盛り付けか。じゃあもうできるのか。やばい、急がなくっちゃ。それでは皆様、本日もありがとうございました。おかげさまで今日も楽しく配信できました。つかさん、ハートありがとう。それでは壇上タイムに行きたいと思います。行きます、いきまーす。13位カメさん、12位陣内さん、11位トニさん、10位福ちゃん、9位ゼータン、8位しんいちさん、7位カズノシンさん、6位いっちゃん、5位クワドリさん、4位ゼットさん、3位ゆうたくん、2位みゆらっちさん、1位ジーツーさん、ありがとうございます。それじゃあ今日はこの辺で。ロ人形さん、バラ。ユーザーネームさん、ハート。アンバさん、ハート。高反発さん、コスモス。おみかんさん、拍手ありがとうございます。ミッチーお断りです。皆様、本日もたくさんたくさん話に付き合ってくれてありがとう。また明日会いましょう。良平さん、G2 さん、ハートありがとう。読売巨人軍さん、コスモスありがとう。マリオ2さん、ハートありがとう。締め切ります。ありがとうございました。それではおやすみなさい。
風邪ひかないようにね、ちゃんとお腹とお尻と隠して寝るんだよ。いいかな。それじゃあおやすみなさい。また明日。バイバーイ。